ガソリンスタンド？すごい。ね。ちゃんとこういうところが。ガソリンスタンドに三輪車止まってるよ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、そっか、調べるんじゃない、寝るんだ。このまま眠りにつこうかな。眠りまーす。すや。いいね、いいね。おー、到着ー。やったね。あ、もうすでに可愛い。旗が。さあ、目を開けてくださいな。あれ？なんか前デザのやつがあるね。あ、あれで持って帰るってことか。あなたは今、カナヘイノという島の 夢を見てらしたのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のカナヘイノの島をご堪能くださいまし。ってことは、あれがないところは、前デザを持って帰れない島ということかな。はい、ってことで、カナヘイの島に到着。もう、めっちゃね、私、ツイートとかもすごい見よったんよ、カナヘイさん。あつ森もやりよると思って。やっと来られた。カナヘイチショップ。あ、これはこの先ということ？おー、すごい！かわいい！かわいい、かわいいよめっちゃかわいいよいいね。そう、なんかね、ピスケとウサギいっぱいの島になっとるらしくって。ああ、もう、お、服まで。帽子も、かわいい。どうぞごゆっくり。カナヘイさん。あ、見てこれ。綺麗に描いとるウサギと、ちょっとヘタッピなウサギ。めっちゃかわいいんですけど。超かわいいんですけど。うわー。いいね、いいね。めっちゃ、かわいい。グッズ売り場ですか？おじさん、売り子さんかな？待って、なんか裏に。あ、見てこれ！なんか崖？崖というか、崖か？の上にもほら、ピスケとウサギあるよ。あ、そしてこの裏には、なに、ここで絵を描いてるのか？でもなんか、ボツになった作品もいっぱいあるっぽい。なにこれ、なんか、ウサギが向こう側から、覗いているかのような。そしてここ、見て、ハンモック。かわいい。ハンモックもこういう感じにできるんやね。あー、かわいすぎか。かわいすぎか。で、あの滝の使い方もめっちゃいい感じやんね。ふわー、綺麗だわー。そして、ここがお家。ちょっと入らせてくださいまし。あー、いい。ピンク。超ピンク。いいなぁ。お邪魔します。ウェルカム！うわ、すげぇ！カナヘイズショップ。え、素晴らしくない？え？圧巻。え、やばい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 。え、すごいね。え、すごいなぁ。やば。あのパネルを使ったらもう一発でグッズショップって感じやんね。すごい。あ、見て、作りかけのパズルも。へぇー。ピスケルームって書いてる、向こう。へぇー。お邪魔します。お、すごい。いいね、いいね。え、見て、この真ん中にもなんか、下手っぴなウサギが。あ、書いてる。え、でもいっぱい書いてるけど、いっぱい下手っぴなやつ。見てこれ！ドラム！下の部分から覗き寄る感じになっとる。かわいい。大量。大量豚とかあるんやね。初めて知った。素晴らしき。いいね。これお客さんなんかな？かわいい。そしてこっちがウサギルーム。この人かな？お店のおじさん。はい、うさぎルームにも入っていきます。なんかこっちかっこいい感じの雰囲気や、めっちゃ。ねえ、すごい。雰囲気が違う、ピスケの部屋と。あ、いいな、この、え、これ多分、え？この、ロフトベッドは、いや、色普通に、木の色か。いや、ピンクや。かわいい。
いいな、やっぱピンク系の家具めっちゃ集めたんやろうな。理想的。超理想的。え、待って、これ可愛くない？これベンチよね。え、めっちゃ可愛いんやけど。こういうベンチ、公園に置きたい。可愛い。そして、奥の部屋へ。おー、いいね。あ、ここで服仕立てたりとかしよるってこと？すごい。私このね、かなへいさんのさ、このピンクいっぱいと、パステルチックいっぱいなのがめちゃくちゃ好きなんよね。超可愛いんよね。これねんねん猫じゃない？めっちゃ可愛いんですけど。いいね。なにこれ？背中向きや。超可愛い。もうすべてにおいて可愛い。ね。いいな、いいな。私ね、LINE の絵文字でもさ、かなへいさんの絵文字めちゃくちゃ使いよんよね。超可愛いよ。ちょうどあの、ピスケとウサギの絵文字を使っている。う、そして2階へ。2階はカフェだね。すごーい。てかこのマットさ、めっちゃ可愛いよね。超可愛いよね、なんか。あの、ウェルカムとの組み合わせ方もすごい良かったよね。ウェルカム単体でもオシャレと思いよったけど、そういう使い方があるのかって感じ。あー、いいなぁ。いいなぁ。かわいい。すべてにおいて、え、窯もこういうパステルチックな色があるん。へぇー。濃い色のやつしか知らんのやけど。かわいい。びっくり顔のおじさん。よっき。なんかさ、ちょっと前に期間限定の、かなへいカフェみたいなのなかったっけ、どっかに。めっちゃ行きたい。はい、そして、地下へ。お、地下は、事務所的な感じやんね。お、なんか、これ何？お菓子よりよりやつや。なんかちょっと一箇所雑になっとるところとかリアルな感じやんね。あー、なんかこういうのさ、めっちゃすごくない？この壁にかかってる服たち。いやー、素晴らしい。めっちゃ素晴らしい。かわいい。この一番下のさ、ミントカラーのピスケのやつかわいい。この帽子。よき。いいね、いいね。ここに座って撮影ができるってことかな。でも周りの座布団までしかたどり着けんかったけど。めっちゃかわいい。これは光の具合でこんな感じになっとるってことか、奥。すごいね、いいね。あ、見てこれ、パソコンの画面とかもできるんや。これペスケとウサギやろ？なんか、うわ、二段ベッドも。すごい。あ、もう、すべてがかなへいワールドなわけだね。え、すごいな、かわいい。このちょいちょい出てくる下手くそなやつ。ヘッドアッピーなやつ。かわいいよー。いいね。そして、至るところから覗いているウサギ。ロッカーからも覗きよる。これなんよね。いろんなところにマイレザーが使えるんやね。すご。へー。はい、お邪魔しましたー。びっくりした。びっくりした。でもなんかあの髪型おしゃれやんね。てか、全身、色味とかもめちゃくちゃいい。あ、すごい、見てこれ。普通にさ、エイブルシスターズなんやけど、外にちゃんと、自分の服を売っている。なるほど。エイブルシスターズでも展開しているのね。かなへいさんのグッズは。あ、ここ、ガソリンスタンド？すごい。ね。ちゃんとこういうところが、ガソリンスタンドに三輪車止まってるよ。どうも、プースケ。あれ？見たことない子だね。この島は素敵なところが多いから、ゆっくりしていくといいよ。プー。プープー。かわいい。あ、浜辺でものんびりゆったりと。あ、ここがキャンプ場なんやね。あ、こういう感じかも。なんか丸太のベンチの上にギター。めっちゃオシャレやん。そして外にこういう風にね、ゆっくりとできる場所。なんか横にカミツキガメおるんやけど。
え、怖っ。え、なんかここめっちゃいい。何ここ。何ここ。触れ合い広場みたいな感じ。なんか噛みつきガメに襲われてない？いや、笑顔やけ、餌やりよんかな。かわいい。これ、シマウマ柄とかあるんや。へぇー。なんか私もね、今日初めて、このやつ、初めてじゃないか。え、これは？私が公園に飾っとる黄色いやつと一緒かな。私、今のところあの種類しか。え？上陸。なんかめっちゃ、お亡くなりに、命からがらここにたどり着いたんかな。かわいい。あ、そして、クマさんたちは狙ってるの？タコの干物。そういうわけではなく、通して、通らせていただきたい。え、すごい、なにここ。なんかショップがあるよ、ショップが。ちょっとしたショップ。ゴミが堂々と表に。え、なにこれ、こんなやつあるんや。見てこれ。桃から生まれた桃太郎やん。そんなのあるのね。へぇー。何屋さんなの？お、そして小人たちの、流しそうめん。いいね。なんか小人たちめっちゃ有効活用できとるよね。要はこの島の住人たちは小人ってことやろ？かわいい。ね、こんだけいっぱい小人使っとるのめっちゃいいな。見て、ここ。なんか、みんなで焚き火を囲っている。どうも。イラストや漫画を描いてます。知ってます。本も買ってます、私。あ、サメおる、サメ。じゃあ、お邪魔します。ここは、かなへいさんのお家っぽいね。あ、猫飼ってるよ、猫。きっと可愛い猫なのだろう。なんかすごいあれやね。シンプルで清潔感がある感じ。あ、この本だな、私。え、こういう白いやつあるんや。綺麗。ね、めっちゃ綺麗。全体的になんか、白と水色と。え、めっちゃおしゃれなんですけど。いいね、いいね。これは？これはインコ？文鳥？私ちょっと鳥の種類がいまいちわからなくって。ほい、左の部屋へ。おお、めっちゃおしゃれ。え、なんかすごいおしゃれな感じのお風呂だね。なんか、自宅っていうよりも、なんていうの？ホテルとかそういう感じ？てか、ナイトプールみたいな感じじゃない？すごいね。てか、こんな壁紙あるんやね。あれは？壁にくっついてるってわけじゃなくって、ああいう飾りなんかな？飾りがあるってことなんかな？あの魚のやつ。こういう雰囲気のお風呂初めて見た。はい、そして、奥の部屋へ。あ、すごい、猫ちゃん用のクッションもねえねえ猫やった。あ、かわいい！めっちゃなんか童話の世界って感じ、メルヘンチックやね。え、めっちゃいい、かわいい。え、でもなんかやってるのは、何？人生ゲームか何か？一人めっちゃ大勝ちしてない？クマさんかな？超大勝ちしてない？なんかメルヘンの世界観かと思ったけど、現実的な感じのゲームをしてるのね。なんかね、すごい、家具の配置の仕方とか、すごいなぁ。なんかいっぱい物があるのにごちゃごちゃ見えんってすごいよね。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側はキッチン？リビングか。おー。ここもなんかナチュラルな感じやね。ナチュラルウッドって感じ。あ、見て、トースト、なんか魚の模様ついとるよ。へぇー。なんか前までさ、ハートとかそんなんばっかりじゃなかった？魚模様があるのね。すごーい。いや、あれめっちゃかっこよくない？でっかい、カジキ？カジキマグロ？うん、現実にもこういうおしゃれな家に住んでそうだな。はい、そして、2階へ。
あ、2階はすごいあったかい感じ。ね、書斎って感じかな。全部の部屋が雰囲気違うよね。でもすごい、すべて綺麗。すべて綺麗。そう、私、さ、2階の部屋、こういう感じのイメージなんよ、イメージ的には。同じような感じの人物像というか、こういう感じなんやけど、ただ私の部屋はこれに比べるとものすごくスッカスカだな。あ、見て。かなへいさんの、ショップの、デザインしたってことか。あ、まあ、かなへいさんの家やけん、そうやけど。ここでデザインしたのね。あ、ここでデザインして、あれか、ファックスで送っとるってことかな、ショップに。はい、そして地下。地下で寝るんかな？ん？物置小屋？ではない。なんかここでも作業しよるっぽいね。なんかここはすごい、ちょっと雑な感じではあるんやけど。あ、なるほど。サーキュレーターで乾かす感じね。洗濯物。へぇー。なんかこういう不思議な感じの雰囲気。なぜドクロが照らされているのだろうか。ウェルカム。ね、ここちょっと荒々しい感じやね。他と違って。はい、お邪魔しましたー。はい、それじゃあ。あ、すごい、なに？ここの花畑を管理しとるんかな？あ、そしてここには、いいね、海の近くのプール。おしゃれー。おしゃれー。あ、そして、井戸で水を汲む小人たち。小人。やっぱなんか至るところでさ、ちゃんとなんか小人が生活しとるっていう風に見えるのが、いいね。雪だね。はい、そして、これはもしかして、謎の生物に対してなんか対抗しよるんやろうか。あ、すごい、ほら、こっちの子は三輪車やけど、こっちは車を所有していらっしゃるよ。そしてここにちょっと小さい商店が。ん？ここは、あ、すごい、公園。かわいい。ね、かわいいね。ちょっとした公園が。そしてここのさらに上にも。なんだろうか。万人か。うわ、見てこれ。かわいい。てかかっこいい。ドラもこういう感じのタイプもあるんやね。誰の家？ジャック。なるほど。かっこいい感じだな。やっぱキャラクターに合ったようなものをいろいろと置いてあるんやろうね。あ、そしてさっきの広場に戻ってきたよ。そして、おー、なるほど。ここに噴水、あ、見て、かわいい。タイルの上にもこれ。ビスケットウサギが。なるほどね。こういう感じで。あ、見て、これ。これ、ちっちゃい町みたいになっとる。ヒーローはあなたですか？ヒーローと怪獣？そしてほら、ミニチュアの町。めっちゃ可愛いやん。そういう感じ。で、ここ奥博物館やろ？へぇー。あ、こっちはあれか。さっきのところやね。こっちから行けるんかな？お、橋が。この奥もなんか、ちょっとした道に。あ、で、ここがたぬき商店。なんか買い取りボックスの中に入れようとしよる小人が。かわいい。こういうのってさ、夢で見せる場合には、あ、これ横からも使えるんかな？あ、横からも使えるっぽいね。でもなんか邪魔になりそうやったらあれよね、夢更新するときだけ。ああいう風にやっといて、更新終わったら外せばいいってことよね。ん？何ここ？あ、なんか、料理しよりよ、料理。あ、そしてここは釣り堀？ここから釣り、いいね。この先は行き止まり。ほうほうほう。あ、ちなみにさ、この、マップを見たらわかると思うんやけど、あの、かなへいさんのショップがあったところかな？かなへいさんのショップがあったところがさ、なんか、うさぎの形になっとるよね、島の形が。すごくない？かわいい。だってあれすごいさ、まあ、パッと見、
自分の視点からわからんわけやん。けなんかマップとか確認しながらやっていけるってことやろ。これ何？これ中なんかおるん？なんか動物がおるんかな？よくわからない。あ、ここの果樹園の管理人さんやねん。ほら、果樹園。いろんな果物がなっている。よきよき。はい、そして、なんか遺跡みたいな。未知の場所。なんか和風な感じの、あ、見てこれ。すごい。このランプも、ウサギが覗き寄る。何喧嘩してるの？あ、こっちはなんか畑があるよ。株畑や株畑。すごい。これはやっぱり、夢の時だけ？普段は回収して、ちゃんと売ったりとかしようかな。じゃないと腐るよね。あ、ほら、こっちは、海の見える温泉や。素晴らしき。素晴らしき。いや、びっくりした。こんなところにも怪獣が。こんなところにも怪獣が。あ、で、ここに戻ってくるわけや。なるほどね。ちなみにここは住人、動物。一応ね、かなへいさんが一番推してる、最推しの、やよいちゃんのお家らしいです。やよいちゃんのお家は、こんなね、森の奥というか、奥深くにあって、露天風呂付きという、素晴らしいっすね。めちゃくちゃ、もう別格やんね。弥生ちゃんか。あ、なんかすごいね、個性的な感じよね。埴輪っぽい顔しとるやん。弥生ちゃんはあれか、土偶なんかな。うさぎ型土偶って感じ？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか私、ね、この島を訪ねて、何回言ったんやろっていうぐらいずっと可愛いって言った気がする。ちょっとみんな数えてみて、私が何回可愛いって言ったか。絶対嫌になると思うけど。